さあ、始まりました、マリテチチャンネル。さあ、今回は英検2級の面接直前対策になってる方が多いと思うんですけど、今前日に動画出してますから、面接の対策最新傾向ですね。はい、最近の傾向を見ながら話していきたいかなと思います。英検2級受ける方は頑張ってください。まあ今ね、大学入試も使えますし、まあ、CSE スコアってスコアあるんで、それで高得点出せれば英検準1級よりもいい点で出せるなんていう人もいたりするので、ぜひともね、対策知っていきましょう。まあさらにはね、中学受験や高校受験なんかでもかなり加点される対象になってますんでね、英検2級って。なのでバッチリと今回の動画見て対策してってください。まあ今ね、これもうワクブク売り切れのところが多くてね、改訂版に取り掛かっているんですけども、まあ最近の問題はい、分析しました。で、いろいろと模擬面接もやってるので、そこで分かったこととかもたくさんあるので、ぜひ見ていきたいと思いますね。はい、それでは早速いきましょう。まずは音読問題ですね。はい、音読問題っていうのは、まあ意味の塊をちゃんと理解しながら読んでいくっていうのが大事です。だ、前置詞の塊とか不定詞、関係詞の塊とか出てきますね。それらがどこからどこまでなのかっていうのを分かって区切って読むっていうのが大事になります。で、必ず注意しなければいけないのは複数形です。複数形の S がついてるものいっぱいありますよね。で、まあ三人称単数の S も最近出てくるんで、それらちゃんと S 飛ばさずに読むってめちゃくちゃ大事です。これね、無意識のうちに S 飛ばしちゃうんですよ、皆さん。不思議でしょ。で、 S を読む癖で、そもそも複数形の S っていうのを意識してないっていうのが分かる単語があるんだけど、まあカンパニーズっていう単語あるんですね。これね、読めないんだよ、これ。多くの人がそれで、読める人からすると何言ってんのこれ、 なんで読めないのって思うかもしれないですけど、これ相当な割合が読めないです。コンパニオンズとかって読んじゃう人いっぱいいますね。で、そういう風に普段からやっぱね、複数形っていうものを意識しないでいるので、絶対に意識しましょう。まあ読めない単語とか英検側は分かってますから、どうせカンファタボーって書け読めないって知ってるから、多くの人は読めない。カンファラボー読めません。コンフォテーブルって読むからね。ディフェレントって出せばディフィカルトって読むし、ディフィカルトって書けばディフェレントって読むって知ってるんですよ、もう。だ、過去問見てください。同じ単語いっぱい出てますから。続いて、書かれたことに対しての答えるやつですね。これがやっぱレベルが上がってる。かなり難しくなってるね、今はね。サンプルよりもさ、相当むずいと思うね。とにかく、照らし合わせることと、代名詞変換が大事ね。According to the passage, how なんとかって問われるのと、why なんとかって問われるのがあるんですけど、参考書によってこの how しか載ってなかったりするんですけど、How だけじゃないです。Why も出てくるから、なぜですかもあるので、こっちの対策もちゃんとしなきゃいけません。How do some companies みたいなんで出てくるんですけど、その some companies って書いてあって、どうせ答えのね、場所にはね、その some companies って書いてるんですよ。だ、その some companies を they に変えなきゃいけないとか、もしくはバイタス ING に How で聞かれた場合は、それに変える。でも Y の場合はバイタス ING ないからね。Y で聞かれてるのにバイタス ING で答える人いっぱいいますけど、ダメですよ。本当に模擬面接、もう今期何十人とやってきたので、もう。学校単位でやってますから、僕。まあよく言うじゃないですか。だ、by doing so とか in this way って出てきて、あ、これ how のやつが来るんだってわかるけど、why だってあるからね。so とか as a result とかあって、それで because で答えなきゃいけないって問題出てきますからね。そのパターンも絶対解いておくことが大事です。で、プラスで必ず前の文と照らし合わせますね。such 何々とか these 何々 this 何々っていうのがあって、それの指すものを前の文から持ってくるっていう作業をしなきゃいけません。だ、この作業が大変なんですよ。で、その前の文から持ってくる作業のレベルが上がってます。文中にあることが多いんだよね。どういうことかっていうと、昔は結構その持ってくるって書いてあって、あ、はいはいっつって前の文見て、前の文の最後のとこ読めばいいみたいなのが多かったんですよ。でも今最近前の文の最後じゃなくてさ、前の文の途中から持ってこなきゃいけなかったですよね。そう、だから最後まで前の文読んじゃったら、そのバツってなっちゃう。どっからどこまでこうちゃんと特定すること。で、照らし合わせる、この上も途中にあるし、この文もね、途中にいたりするんだよね。だからここも途中にいて、ここも途中にいて、合体させるっていうのがめちゃめちゃむずくなってるんだよ。昔はね、やっぱどっちかは文末まで読めばよかった。こっちもby doing so と前のとこまで読めばよかったってなったのが、両方とも間にあったりして、というか答えを組み立てるのがめちゃくちゃ大変なんです。これ何言ってんだかわかんないって人はね、過去問やってください。過去問やんないとわかんない、これ。だ、最近のいろんな対策本見てても、そうなってないのが多い。だ、足りてない。そう、だ、難しいんですよ。で、その指してるやつが関係施設がかかってて、どっからどこまで関係施設なんだ。トゥー不定詞の塊がかかってて、どっからどこまでがトゥー不定詞なんだとかね。まあ、これね、やれわかるんですよ。で、これは対策してる高校とかだとめちゃくちゃできる子が多いんですね。でも対策してない人は、マジで解けない。めちゃむずい。だ、運要素もめちゃくちゃある。だ、簡単な照らし合わせの時とめっちゃむずい照らし合わせの時が分かれるので、ぜひとも本当に過去問やってください。で、最近の過去問ちゃんと見とくことが大事。最近むずくなってる。
はい、続いて漫画ですね。はい、漫画の描写に関してはできない人が多いよね。最初に書いてあるから、ワンデイタ何々何誰だと誰々がこうしてますって書いてあって、で1個目は A さんが A said to B で吹き出し読めばそれで終わりですからね。この1ポイントだけです、やるのは。そう、なんかいろいろ描写すればいいとかって思ってる人いるんですけど、違いますよ。必ずここだけ描写してください。 A さんが said to B さんで何々っていう吹き出しの中でも、これだけです。これだけやればいいです。そしたらもう次のコマ進んでください。あの矢印にさ書いてあるじゃん、その後にこうなるみたいなね。 The next day とかさ、だいたいそこにあの時間と場所書いてくれてるんですよ。 AK 準1級の場合は時間だけ書いてあって、場所を自分で言わなきゃいけないんですけど、2級の場合は場所も書いてくれてることが多いですね。で、動作です。動作はとにかく過去進行形、絶対過去進行形で言うっていうのを忘れないでください。で、これも出る動作決まってますから、しょっちゅう同じの出てるから。で、一人がファン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 って考えてることがですね、 Was thinking about, was thinking of 何々とかっていう風に考えてるところがすごく多いとか、まああとは楽しみにしてる Was looking forward to ing とか、そういうのすごく多いですね。あと Was worried, 心配してる、Was worried that SV SV なんじゃないかと心配してるとかっていう、このパターンがよくある。で、あとは言うっていう、喋ってるパターンがありますよね。 The told 人 that SV の形とか、 Suggested that SV 原型とかね、 Tell 人 to do もそうね、 Told 人 to do こうするように言うみたいな、この辺はできるようにしておくといいね。 Ask 人 to do とかもそうね。で、動作は本当に同じのが出てるので、ぜひとも覚えておいてください。で、2コマ目に2箇所必ずポイント描写するポイントがあって、で、さらに3コマ目にまた2箇所描写するポイントがありますから、絶対そこを忘れないで。これを考えないで、全然関係ないとこね描写する人いっぱいいんですけど、点になんないですから、点になるとこを描写するのが大事なんで。それ過去問やること、過去問見て模範解答見てください。あ、このポイントなんだって分かるはずだから。適当に見ちゃダメ、適当に見て、ああこうなのかなこうなのかはダメです。必ずどこを描写しなきゃいけなかったのかを知っておいてください。で、同じ動作がいっぱい出るから。はい、そして応答問題ですね。まあ3と4で出てくるわけですけど、長いんだよね英検2級っていうのは。ここの部分が質問が長いので聞き取れない人がすごく多い。そう、だからまずリスニング力ない人はリスニング力鍛えないといけない。そんなことを言ったって時間ないじゃないかっていう人ですね。頑張りましょう。ポイントポイントね、ちゃんと掴まなきゃいけない。で、その時にね、結構答え方のねやつありますけど、アイデア出しの動画あるんで、それちゃんと見てくるんです。何でもイティーズで答えちゃう人、結構ね質問複数形で問われることが多くて、 They are ってこっち答えなきゃいけないことすごく多いんですよ。全部イティーズで言ったら限定されちゃうってあるので気をつけてくださいね。そう、だから言ってるトピックだけでもなんとか分かってください。で、ナンバー3が What do you think about that? だから I agree or disagree で答えるやつで、ナンバー4が、まあ、Do you think 何々っていう質問が多くて Yes, No で答えるやつですね。で、その後に二分必ず言うこと、これが大事。二分言わないとダメだから。ほんと一分しか言わない人いっぱいいますけど、ダメです。二分言ってください。まあ理由1個目、理由2個目っていうのか、理由言って具体例みたいなね、こういうので必ず答えるようにして。で、難しく答える必要はないですから、とにかく二分言う、主説を2つですね言う。だからあんまり because っていうのをあんまおすすめしないです。 I agree because 何々っていうのをおすすめしない。 I agree 何々って言って、 also って言って2つ目の理由言う。理由1個言って、その後に具体例を言うんだったら because で答えてもいいですけどね。ただ理由2個言う場合は because だとちょっと変なんで、あまりおすすめしません。で、とにかく無言が良くないので、まあ態度点もそうですけど、なんで無言にならないように聞き返すだったりとか、Let me see みたいなフィラーって言うんですけど、こういうのを入れるっていう癖をつけてください。って言わないでね。とか、って日本語言ったら限定されちゃうんで、だから、とか、well とかね、そういうのを言えるようにしておきましょう。で、もう間が空いちゃうと思ったら聞き直す。相手の言ってることが分かってもアイデアが浮かばないんだったら、I beg your pardon とかね、Can you say that again とかっていう風にもう一回聞いてください。そう、それで時間を稼ぐんです。その間に考えてください。これが大事ですから。とにかく正しい文をね、簡単なのにいいんで、それを2つ言うっていうのがめちゃめちゃ大事なんで。で、この聞き直しのやつは文章に基づいた問題に関しても使えますね。そう、文章に基づいたやつで探すわけじゃないですか。How とか Why で聞かれて。で、その時に最近難しいから時間かかっちゃう。で、やばい、時間ねえよ。やばいやばい、無言になっちゃってると思ったら、Can you say that again? っていう風にもう一回言ってもらって、そのもう一回言ってもらってる間に探して作る。そう、この文を作るっていうのがめちゃくちゃ大事。本文に書いてあることから作んなきゃいけないからね。自分でなんか想像してとか、パラフレーズして作っちゃダメですから。はい。という感じでね、ぜひともやってください。最近は、とにかく音読に出てくる単語だったり、音読のに対する応答の問題がレベルがかなり上がっていますので、ぜひともこの対策をね、して、受験に臨んでもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。頑張ってください。ぜひともね、この動画良かったら高評価とチャンネル登録忘れずに、そして、ぜひとも良くても悪くても、結果どうだったかとかね、伝えてもらえればいいんじゃないかなと思います。ぜひともね、その結果書いてください。はい。待ってますよ、コメント。はい。ご視聴ありがとうございました。テキポポチン。さて、始まりました。モテチャンネルさん。今回は、はい。
英検準1級の神経式面接試験対策やっていきたいと思います。はい。あ、僕の本ですけども。はい。2024年第1回からですね、新しい形式になりますので、まあそちら解説していきたいと思います。まあそこまで変わることはないと思うんで、なんかそんなに準1級今まで勉強してきた人がね、困るとかっていうのはないと思うんですけども、まあとにかくできない。もう面接試験ですね、対策をしていかない人があまりに多すぎると。まあ何かしらいろいろね、本読んだりとか、ね、模擬面接してもらったりとかってで行くんだけど、どうやったら点になるのかっていうのを知らないで行く人が多すぎ。もう、なんでそれ知らずに行っちゃうっていう人がたくさんいる。だから、例えば英語ができると。英語力がある。まあ、英検11級なんか余裕で取れるよっていう英語力があるのに、点数の取り方を知らないから全然受かれない。逆に、英語力は11級なんか全然足らない。11級なんか全く届く力ないけれども、対策の仕方を知っているから点を取って合格する。なんていう人もいる。ただ一番多いのは、英語力もないし、対策力もない。どっちも。ないで落ちちゃうっていう人がほとんどです。でなんか二次試験までに行けば合格すると思ってる人が多いんですけど、そんなこと全然ないです。発表されてませんから今ね。だからきちんと知っていってください。はい。でまずまあね、入室があって入っていってカード渡してとかっていうのはね、もうまあ準1級なんでもこんなのも余裕でできると思うんですけども、最初に自由会話っていうのがあるのが、まあ2級までとの違いですね。準1級はあなたについてのことを喋ります。2級まではハワイユしか聞かれないですから、それがこの名前聞いた後にね、 The please tell me a little bit about yourself とかね、あなたについてちょっと聞かせてくださいみたいな、あなたについてのことを聞きます。まあ大体 2,3 問ですね、聞かれるんで、まあ何かしら用意していった方がいいはいいですね。ここは採点はされませんよ。採点はされないけど態度点には入るので、何かしらパッと答えられるのを準備しておけばいいです。別になんか長く話してね、アピールする、よくIELTSとかで言われるんですけど、すごい話してね、たくさん話してアピールするんだとか、英検準1級にはそんなのないんで、もうさっさっさっとやればいいです。 Let's start the test とか Let's begin the test っていうまでは別に点数は関係ないから、まあ趣味的なものを準備でもしておけばいいと思いますよ。だいたい趣味がどうとかさ、スポーツがどうとかって言えばさ、好きな音楽は何ですかとかさ、好きな本はとか好きな作家はみたいなの聞かれるだけですから。でいよいよ試験開始です。そしたら漫画ですよ。はい。この漫画が最も配点が高いところですから、これの対策を絶対しといてください。1分間準備時間があって、2分間喋るんですけども、4コマあって、2級までは描写するポイントがはっきりしてるのに、準1級は分かんないんですよ。どこがポイントかっていうのがなかなか分からないので注意です。だからなるべく1コマに対して3ポイント、そう、3分なるべく喋っておけば、まあ悪い点は来ない。まあ3分ずつ喋れたら、まあ5点満点中ですね。内容点5点満点中まあ4は絶対来ると思うんで、まあそれを狙うって感じかな。ポイント、描写するべきポイントが1コマに2つだったり4つだったりすることもあるんですけど、まあ大体3ありゃ大丈夫です。とにかく描写するときに過去形、過去進行形ね、もうとにかくこれでミスる人が多い、圧倒的に多い。でなるべくできれば間接話法ね、まあもうしょうがない、間接話法できないんだったらもう直接話法で、セットゥ誰々何々で逃げちゃうっていうのもあるけどね、こう吹き出しとかさ、まあ、できたら told he that でなるべく間接話法でいけるといいですね。でいろんなものが書いてあるから、字が書いてあります。あの新聞に書いてあったり、雑誌に書いてあったり、看板があったりとか、ホワイトボードに書いてあったりとか、でそこ必ず読んでくださいね。でなるべく字でね、単語で書いてあるものを文に変えて読むっていう、これがポイントです。文にしてポイント稼ぎましょう。それで内容点、そして文法点稼ぎましょう。文法語彙点稼ぎましょう。でここで発音もチェックされますからね。だから発音もちゃんとできるようにしておきます。で大体そのコマによってこう場面が変わるんですね。で場面が変わった時に時間がこうコマに書いてあることが多いんで、そのコマの時間を読んで、でどこにいるかっていうのを読んで細かく動作をこう表していくっていうのがまあポイントですね。で時々このコマの上に場所が書いてあることもありますけど、だから時間、場所で何してるかっていうのをこうやって描写していけば大体取れるようにできてます。とにかくここの練習が必要で、苦手だっていう人は書きで練習ですね。もうちょっとこれ直前で見てて書きで練習してる場合じゃないって人もいるかもしれないですけど、はい、これ大事です、めちゃくちゃ。で続いて4コマ目の応答ですね。でもしあなたが主人公だったらって聞かれるんで、 If you are the man とか If you are the woman What would you be thinking ですね、どう思いますかって聞かれます。で必ず I'll be thinking ですね、私はこう思いますっていうふうに答えてくださいね。 I'll be thinking 何々っていうふうに答えてください。で重要なのはこの I'll be thinking の後に3分言うことです。必ず
SV3 つ言ってくださいね。こう思ってる。で、4コマは基本的には、ああ、ダメだった、悲しいっていうことなんで、後悔を表すのが簡単です。I should have 何々ね。こうすべきだったっていうとか、I shouldn't have 何々。こうすべきじゃなかったっていうふうに言ってください。これが楽です。まあ、もちろんね、誰が何と言おうとこうだっていう答えでも大丈夫ですよ。最近はね、参考書見ててもそういう模範解答増えてきてますよね。でもやっぱり should have, should not have でもこれで二分言えるからね。で、これからこうした方がいいとか、これからこうする予定だ、これからこうすべきだみたいな未来のことを述べればさ、これで三分いけるからね。すごい簡単ですよ、実は。だから過去。ね、ああこうすべきだった、今こうなっちゃってる、今のことを言ってもいいですね。でこれからこうすべきだみたいなことで、過去、今、そして未来みたいなことを考えると簡単に3文作れますんで、これ苦手な人すごく多いんですけど全然難しくない。で I'll be thinking のとこだけが仮定法ですから、他の I'll be thinking の後ろは普通に言えばいいだけなので、だ時制の位置とかね、仮定法とか意識しなくていいので、だから楽ですよここは。で、この後に質疑応答が出てきます。で、こうカードをね、ひっくり返せって言われるんで、ひっくり返して、で、質疑応答が始まるんですけど、イエスのクエスチョンが3つです。で、2級よりも短いんですよ。ただ、抽象的です。より抽象的。2級まではね、やっぱリスニング力試してると思うんだよね。それが、11になると短くなるっていうのが特徴なんですよ。で、ただ、必ず3分言ってくださいね。イエス、ノーって言った後に3つ言う。これがめちゃくちゃ大事。このパターンとしてもいろいろあるんで、理由言って、具体例言って、また別の理由とかさ。理由言って、具体例をどん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 深掘りしていくとかさ。で、もうどうしてもアイデアが浮かばなかったら理由言って具体例言ってこうすべきだと思うみたいなとかね。こういう逃げ道もある。まあ詳しくはいろんな動画出てますんで、アイデアの出し方とかね、そっち見てもらえればなと思いますが。で、最後の第4問がこれ新形式ですね。長くなります。質問の前に導入文っていうのが加わります。で、この導入文っていうのが加わると長くなるので結構厄介なんですけど、まあ、準1レベルだったら大丈夫だと思いますよ。例えばだから子供はタブレット、コンピューターを使うべきかとかっていうのがね、まあ出てくるとするじゃないですか。それが導入文っていうのが加わって、最近は学校でタブレット、コンピューターが生徒たちに配られることがあります。それはいいことだと思いますかとかっていう風に2分になる。そうですね。そう、長くなって、後ろにくっつくだけなんで。だからそんなに難しくないです。むしろアイデアを出しやすくなるんじゃないですかとかって言われることもあるぐらいですね。まあ本番どうなるのかわかんないですけど、ただ怖いのはですね、こうなったら厄介だなっていうのがあって、それは何かって言ったら、一個アイデアを潰されちゃうんじゃないか。そう、だからタブレットコンピューターを配る、子供たちがタブレットコンピューターを使うのはいいことですか？いや、良くないと思います。なぜならほら、目に悪いからです。とかって一個理由言えるじゃないですか。それを先に言われちゃうんじゃないか。導入文で。そう、導入文で、タブレットコンピューターは目に悪いと言われますがとかって先に言われちゃって、アイデア一個潰されちゃうんじゃないかっていうのは、これが、懸念点、怖いところですね。実際どうなるか分かんないです。で、2級は実際これがね、起こってるんですよ。明らかに問題見てると、そういう1個アイデア潰ししてるっていうのが出てきてるので、だそれをやられると、ちょっと厄介ですね。という感じでございます。はい。で、まあ他にもね、いろいろな注意点ありますんでね、その辺はいろんな動画出てるんで、そこを見てもらえればなと思うんですが、まあとにかく無言になるのが一番ダメ。最悪。無言は I don't know よりも低い点になっちゃうから。で、無言にならないでくださいね。で、日本語使わない。日本語使ったらそれ限定されちゃうから。だからね、っていう癖の人、本当にやめた方がいい。あーっていうようにしてください。あーってね、これめちゃめちゃ大事。で、それぞれの説問1回まで聞き直すのは OK ですから、それ時間稼ぎすればいいです。Can you say that again でも何でもいいです。Pardon でもいいですから、はい、聞き直してください。2回聞き直したら限定されちゃいますからね。1回まで。はい。ということでございました。今言ったことをやるだけでも全然違いますから。本当に違うからね。もうだ何人も見てるから、そんな受かる力ないでしょうっていう人が受かってるのを見ていますので、ぜひとも頑張ってください。はい。たくさん動画出てますんで、そちらもね、参考にしてもらえればいいと思います。はい。そして合格したらね、はい、合格しましたっていうね、コメントに書いてもらえればいいんじゃないかなと思いますし、まあ本番もね、こうでしたとかね、こんな感じでしたよみたいなのもね、はい、あったらぜひコメントください。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.